架橋たけしは、日本のピアニスト。父は元 NHK 公共学団ビオラ奏者の、架橋たかのり。母は、声楽家。東京都八王子市出身。生後1ヶ月で、小児眼のため失明。4歳で、ピアノのレッスンを始める。佐々木愛子、高岡稽子、安倍美香氏にピアノを、中島良史に作曲を指示。1990年。 八王子市立中山小学校を卒業と同時に、ウィーンに渡り、ウィーン国立音楽大学準備課に入学し、バイスハール教授に指示。ノエル・フローレス、東山慶子、エリック・ハイドシェク、アンドラーシュシフの訓導も受ける。音楽に対する真摯な取り組みは、文系道、5年生の道徳に、心に訴える音楽を目指して、架橋岳史として掲載された。また、2005年、 子供に伝えるクラシック委員会を設立2006年から2010年にクラシック音楽を紹介する DVD を制作し全国の小学校特別支援学校2万4 0 0校に無償配布クラシック音楽の普及に努めているその他プラハ公共楽団国立サンクトペテルブルク公共楽団フランス国立管弦楽団ドレスデン化劇場室内管弦楽団 バーデン、バーデン交響楽団、スロバキアフィル、フランス国立ロワール管弦楽団、オストロボスニア室内管弦楽団、ロイヤル、ストックホルムフィル、NHK 交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、読売日本交響楽団、東京都交響楽団など数多くのオーケストラと、ジャンフルネ、ガリー・ベルティーニ、ユベール・スダーン、アラン・ギルバート、秋山和義、小林健一郎、 ゲルト・アルブレヒト、ファビオル・ルイージ、ハンス・グラーフラ数多くの指揮者と共演。また、ライプツィ・非言学史重相談とも重ねて共演している。これまでに、日本、韓国、タイ、米国及び、ヨーロッパ各地、南米各地で演奏。その他、小児丸、チャリティコンサートの開催や毎日新聞社、主催小児丸制圧キャンペーンリサイタルやコンサートなど、数多く出演。 その他、日本テレビ系、深夜の音楽会、NHK、N 協アワー、芸術劇場、クラシックアワー、毎日、モーツァルト、ピアノピア、NHK、FM、ベストオブクラシックなど多数、著書、ありがとうございます。